ゲオルクヨーゼフカメルは、現在のチェコ、当時ボーヘミア王国のブルノ生まれの宣教師、植物学者である。フィリピンの植物の情報をヨーロッパにもたらした。ブルノに生まれ、1682年にイエズスカイトになり、1683年にマリアナ諸島に派遣され、1688年にフィリピンに派遣された。マニラにフィリピン最初の薬局を設けて、 貧しい住民に薬を無料で配布した。マニラに建てられていた中国人の庭園などで栽培した植物を主にロンドンの植物学者、ジョン・レイヤ、植物の収集家、ジェームズ・ペティバーラに送った。フィリピン、ルソン島の薬草として出版され、フィリピンの植物を記録した最初の書物となった。カメルの最初の図版を載せた船は海賊に襲われ、 図版は失われたが、ジョン・レイの著書、植物史の三巻の付録として出版され、ジェームズ・ペティバー発る植物について、王立協会のフィロソフィカル・トランザクションズに記事を寄稿した。カメルがヨーロッパに報告した植物の中には、薬理作用があるストリクノス・イグナシャなどがある。鳥類にも興味を示し、フィリピンの鳥類に関するヨーロッパ発の報告。 アブザーバティネイスでアババスフィリップンセバスも発表した。カメルはマニラで没した。カメルの記録の大部分は大英博物館に保存されている。リンネがツバキ族の学名カメリアにカメルの名を命名した。1699のストリクノスイグネティのカメルのスケッチコマルは植物の学名で命名者を示す場合にゲオルクヨーゼフカメルを示すのに使われる。 ありがとうございます。